今回は、まあ、草野球チーム代表の負の女性関係が一番揉める原因の可能性はなきにしもあらずなんですけど、これがね、僕の中では失敗やって、で、まあめちゃくちゃ遅い人は、まああんまモチベないんかなとか思ったりもしますけど、どうもワンちゃんです。さあ今日はですね、以前、インスタグラムでこのようなストーリーをあげました。草野球チーム代表の苦悩、過去にね草野球の運営関連の動画上げたと思うんですけど、今回は草野球チーム代表の苦悩、まあいろいろあると思うんですよね、まあ、やりがいがあるというか、まあ素晴らしいチームたくさんあると思いますし、苦悩を皆さんと共有していきたいと思います。で、過去の草野球チーム運営についてとかの動画は過去の動画ありますので、そちらもチェックお願いします。では早速いきましょう。チャンネル登録よろしくね。はい、じゃあまず一つ目いきます。チーム内恋愛、かっこうちのチームではありません。結局ね、その女性関係が一番揉める原因の可能性はなきにしもあらずなんですけど、まあ、結構こう、マネージャーっていう立ち位置って、大きく二つに分かれてると思うんですよね。一つは、チームメイトの彼女がマネージャーやってくれる奥さんとか、もう一つは野球好きで SNS とかで募集してマネージャーが入ってくれたパターン。この二パターンあるんですけど、まあ、完全に後者の方が揉め事が起きると思います。いや、まあ、これは結構草野球チームする上であるあるなんかもしれません。まあ、ここはね、こう、チームの民度、メンバーの民度にもよると思います。まあ、正直ね、言いますと、まあ、こうね、不快な、マネージャーが不快になる言葉かける選手は良くないですね。はい、二つ目。いかに楽しく長くチームを存在するか。これはね、難しい。これは、これはね、まあ、せっかくこう立ち上げたんやったら長く存続させたいし、まあ、既存のメンバーおる中で解散っていうシチュエーションは、まあ、極力避けたいところやと思うんで、この気持ちはすごくわかります。まあ、こればっかりは代表だけの力じゃないと思うし、まあ、こう、入団してくれてるメンバーの、まあ、モチベもそうですけど、そのあたりも必要かなとなってきます。代表一人だけで抱え込むのは難しい。まあ、僕、ポジティブ思考やからかもしれないですけど、ハイサイズが潰れるみたいなイメージは今のところ全然持ったこともないし、このままじゃ潰れんなって思ったこともないです。僕が一番大切にしてるのは、野球できる環境を代表が作る。このことだけ、まあ、大事にはしてますけど、まあ、でもこうやって、いかに楽しく長くチームを存続できるようにどうするかみたいなのを考えてる代表さんは、まあ、素晴らしいチームをお持ちなんやと思います、ほんまに。はい、3つ目。グループは15人いるのにアンケート取ると毎回危険すれすれ。僕も経験したことあります。というのも、草野球チームを作る上で、僕大体12人ぐらいおったらもう余裕で試合できるわと思ってたんですけど、これがね、僕の中では失敗やって、野球だけやってれば良ければ皆さん出席率いいと思うんですけど、まあ家庭の事情とか、まあ遊ぶ約束とか、いろいろスケジュールある中で、メンバーの母数っていうのは、まあある程度おった方がいいのかなと思いますね。野球のモチベが高いメンバーを集めるっていうのも代表の役目というか、まあ、これは結構みんな悩まれてるところなんかなと思います。はい、三つ目。スタメン問題や草野球に対する熱量の違い。これね、難しいですね。まあ僕これ以前の動画でも話しましたが、まあスタメン問題は正直チームで共有して、その方針っていうのをある程度代表がブレず伝えていくっていうのは大事だと思うんですけど、で、この熱量の違いっていうのは正直、代表がどうこうすることではないと思うんで、人それぞれ、まあ彼女できたてとか、結婚したて、子供生まれたてとか、やっぱ生きていく中で環境は野球人でもやっぱ結婚を機にだんだん出席回数が減ったりとか、まあ優先順位が変わったりとか、まあこれはね、もうしゃあないことやし、悪くはないと思うんで、やっぱりこう熱量の違いを感じて、試合できる環境を作れないんやったメンバー募集っていうのも、まあありなんかもしれないですけど、まあ、この辺はほんま急に変わったりするんで、難しいところですね。やけど、まあ SNS 見てると、まあ結構代表が、あやこうや言うチームさん結構多いと思うんですけど、もうここはね、もう文句言ってもしゃあないかなと思います。根本の幹は、代表はブレないことかなと。周りこうついてきてくれたりすると思うんで、これはね、僕もね、結構悩んだ時期ありましたけど、結論それです。出席回答入れないくせに打順や起用に文句言うやつの代表。まあこれは、僕は無です。
済む。出席回答が遅い人は僕モチベ低い人やと思ってるんで、でまあこれは難しい。僕らはねアプリを使ってるわけじゃなくて LINE で出席取ってるんで、まあ確実に1日1回 LINE は絶対見ると思うんです。でまあめちゃくちゃ遅い人はまああんまモチベないんかなとか思ったりもしますけど、まあ、前も話しましたけどイライラは全くしないですね。うん、まあ個別に今週どう行けるとかどうですかみたいなの送りますけど、まああくまでも確認なんで、その遅いから悪いとか、まあ早いからいいとか、まあ早ければありがたいですけど、まあその辺はあんまね感情無ですね。まあ文句言うやつは論外ですね。はい、次。メンバーの確保。人増やしても出席率上がらないとどうしても助っ人に頼らざるを得ない。僕の、まあ、草野球チーム代表してまあ7年ぐらいですけど、結構一時的なことが多かったりするんですよね。まあ、これが毎試合出席率が悪くて、まあ、例えば6人しか集まらんとかやったらメンバー募集を、まあ、入れないとダメなんかなっていうのはありますけど、まあ、僕の考えとしては、助っ人を呼ぶ時点で僕は負けやと思ってるんで、助っ人を呼ぶ回数が多いんであれば、もう敗せずに加入してもらう、選手を募集するっていう方が僕は優先高いなと思ってます。やっぱどうしても助っ人になると、なんやろな、自分のチームで勝ってない感があるんで、僕個人的には、助っ人呼ぶっていうことはあんまりしたくない、いいですね。全然登録よろしくね。ということで、今回の動画はその悩みについてでした。他にもね、その草野球チームの、なんかこんな話聞きたいとかもしあったら、コメント欄にお願いします。ということで、今回の動画は以上です。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お気に。